チュース、ピースオブケーキの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。 YouTube 界隈ってさ、 YouTube 界隈、はい、皆さんこう大手 YouTuber の方、スーパーで言うともう高島屋とかさ、そういう大手な方ですよ。玉出とかさ、うん、玉出はまあまあ関西圏では有名ですけど、全国じゃないじゃないですか、はいはい、もう全国区の大手な方ですよ。まあうちら言ったら、あの町の片隅でこじんまりとなんでる、まずは個人経営の店みたいなもんですよ。個人ですか？はい。なんとか商店です。なんとか商店ですよ。ピスケ商店ですよ。まあたまにね、そういう大手のところ YouTuber さんの動画とか見たりとかしてて、正直ね、今日の企画はね、出尽くした感のある企画ではございますが、はい、やりたいんですよ私。いや、個人的に個人的にやりたいですよ。もう出尽くしてはいるんだけども、はいはいはい、個人的にやりたいです。多分企画を聞いたら翔太もやりたいとは言うと思う。本当ですか？うん、もう大手のあのヒカキンさんみたいなさ、はいはい、高級伊勢丹みたいなとこですよ。丸いとか丸いとかそういうの感じですよ。ヒカキンさんとかもやられてました。こちらをね、購入してみました。じゃん、出た究極の TKG。 ふわっふわになるやつでしょそれ。うん、見ててさ、食べてみたいなと思ったの。でもう出尽くした感あるじゃん、うん、ヒカキンさんとかがやった後さ、いろんなさ、そう中規模なさ百貨店とかさ、個人商店の方とか皆さん結構やってたじゃないですか。動画を見る限りだと、例えば使い方とかね、まあ初めて使うんでその様子を見てはいただくことにはなると思うんですけど、はい、細かい使い方とかはちゃんと説明してる方の動画とかあるんで、そこ多分見てもらった方が投げやり、あの違う、うちらどっちにしても説明してると、あ、こう、え、違う違う、え、こう、説明しようみたいなさ、煙上がります。これも煙はね、多分出ないと思うんだ。火は使わないから。っていうかさ、生卵のやつに火使ったらもうボイルされるじゃんこれ。火は使わないと思うんだ。出てきたら目玉焼きだった、うん、目玉焼き作るやつじゃないから。でもなんか動画を見てる限りだと、卵入れます、ボタンを押すと卵が割れて、あ、殻のついた卵を入れるんですか？そうそうそう。あ、そうなのらしいんだよ。割るんじゃないんだね。なんかね、動画見てると綺麗に卵が割れるみたいな。俺らも誰かの動画を見といてやった方がいいんじゃない、うん、え、誰かの動画この辺で流しながらさ、あ、こうやって使うんだっつって無音にしないで、無音にしながら、あ、こうやって使うんだってやる。字幕なかったの最悪です。何杯でも食べたい、ふわとろ卵かけご飯をご賞味あれって書いてあるんだけど、多分さ、一杯食べてる最中にさ、おかわりした一杯もう作っとかなきゃいけない話だよね多分。まあそうですよね。食べ終わりました、作りますって言うとまたこう待ってる間に多分満腹中枢がさ、若干刺激されるとさ、10分ぐらいかかったらどうします？1個にどうする？10分なんだけどさ、攪拌するのに20分ぐらいかかるの。だから TKG なんてあれっすよ、もうね、5秒あれば終わりますから。5秒では終わんないと思うな。いや、さっとさっさじゃない、5秒だったら。あ、そっか、うん、1.5 秒ぐらいです、うん、さっといけます。あ、さっ、はい、いけねえな。ということで今日はピスケ流究極の TKG イエイ見たいと思います。行きましょうや、はい、やってみますか、はい、はい、ということで、あの皆さん見慣れてると思いますけど、はい、最後までご覧ください。はい、それではね、開けてまいりましょう。てってててっ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 てなんかね、こういう感じの貯金箱ありますよね。あるあるある。こうやって入れて、これもあれで、あの、50円とか100円に分かれてて、そうそう、あるある、感動的なもんなって、うん、これどうやって外すの？ロック、ロック、こう、うん、あの、使う前に壊すのやめよう。壊してない、まだ壊す。なんかね、まずね、電池を入れなきゃいけない。取れましたよ、ほら。ダチョウの卵絶対入んないね。それそう、タカラトミーのおもちゃだけど対象年齢15歳以上。え、卵かけご飯は15歳以下は食べちゃいけないってこと？ちちちち、扱いにくいんでしょこれ。あ、そういうこと。メカボックスは絶対に水洗いしないと。あ、ここはね、洗っちゃいけないんですよ。あ、そうですか、うん、ね、お手入れ方法はね、メカボックス以外を分解し一つずつ丁寧に洗ってください。なんかすごいね、メカボックスって名前。メカボックス、うん、下が、うん、なんかね、電池が2本必要らしい。うわ、ネジ、ドライバー持ってきます。はーい、よいしょ。ピースオブケーキ。これで俺の卵かけご飯生活も幕を閉じる、間違えた、幕を閉じるんだ、終わってくんだ。
おお。あ、これで攪拌するってこと、ね、指入れて入れないっす、入れないっす。工事現場みたいな音すんで、これ、うん、工事するんじゃね。これは普通にこうやってセットでしょ、こうでしょ、こうするね。あ、でもね、なんかね、2、3分でね、ホイッピングはできるみたいで。あ、そんなもんなんすか、うん。え、これさ、パッカンしたらさ、パッカンしたと同時に多分落ちないと思う。あ、パッカンしたらここに黄身が入る。そうそうそう。で、白身が下に入る。え、違うでしょ、白身だけ下に入る。あ、そっか、そういうことね。賢いな、こいつ。よし、いいぞ。え、じゃあ卵用意しますか。それではやっていきましょう。これ取るのか。はい、そうそうそう。今割ったよね。割れません。確実に割ったよね。でこれを閉じてロックボタンを押す。どっち？え、引くんじゃない？あ、引いて、はい、これを押したらロックした状態で。いいですか？はい。え、軽くですよね。うん。本体を押さえてチョップボタンを軽く叩きます。完璧。はい、ひび入った？完璧。ひびが入った感じがしたらですよ。いや、もうひびどころか割れた？玉砕した？いきます。いや、そこ押さない、こっちを押すらしい。おお。はい、ちょっとでかい殻を取ります。これでこれだけ。うん、はい、で、これをもう全然落ちへんぞ、これ。うん、多分白身がしっかりしてるんじゃないかな。あのね、粉砕してます、結構。結構ですか。うん、だってあの一撃でこんだけ指入ってんだよ。で、無理っすよ。黄身を壊そうとしてんのかな。違う、白身を落とそうとしてるの。落ちないです。ちょっとやってみてください。こうやればさ、洗濯機の容量さ、賢くね、おいら。頭いいやん。どうした？それ落としたい。こういう場合さ、お箸使ったらよくね。こうやればいいだけなんでしょ。TKG ってこんなの、ほらほら、はい、回します。一応ちょっと怖いんで、つけてあげましょう。いいですか。え、でも白身を攪拌するときは卵割りユニットを外すって書いてあるから。あ、外す、うん。黄身トレイは外さないでください。あ、黄身トレイは外しちゃダメなんだ。はい、うん、で、ホイップスイッチを押して白身を攪拌します。いきますよ。はい。これ結構うるさいんで、喋ったら何も聞こえなくなります、ね。うん、まあ多分ね、動画的にはね、あのすぐあの多分回した瞬間ピースオブケーキとか入ると思う。いいですか。はい、スタート。オッケーじゃない。はい、で、これで外してこれを乗せなきゃいけない。こういうことでしょ。すげえ。なんかね、白身がこれは正解なのかな。白身少なくね、白身。うん。なんか絵だともっとこう白身がふわっとした感じ。多分ね、翔太、これね、白身ね、もっと攪拌させた方がいいような気がする。じゃあ俺で成功させますよ。うん、あのね、卵のこれ白身ね、ご飯の熱でね、若干ね、溶けていくような気がする。で、写真だとね、多分黄身が乗ること考えると、この真ん中ぐらいちょっとくぼませなきゃいけないんだ。でもね、なんかね、山盛りになってるから、これね、黄身流れ出るパターンな気がする。で、これで黄身をここに乗せてきます。黄身だけ投入。うわ、怖え。ほら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 、こういうことになった、こういうことになった。じゃあ、僕やります。やっていいですか。あ、どうぞ。さっきの力入れすぎたからな。いや、甘かったな、これ、ひびが。はい、ちょっとね、黄身が真ん中乗ってないですけど、とりあえずこんな感じで完成です。めっちゃ綺麗じゃね。顔落ちてないもん。おぉ、天才かもしれない、俺。めっちゃ綺麗じゃね。うん、めっちゃ綺麗に割れてる。さすが俺、本場では強い。本場？本番。うん、うわぁ。ほら、ほらほらほら、オッケー、こっち。もういいんじゃないかな。もういいんじゃない。よし、これさっきから何も変わってねえもん。で、攪拌ユニットを取ってかけていくんですね。いきます。とろろみたいになってるよ。結構ね、がっつり攪拌されてるやつはね、トレーに残ってる方が結構がっつり攪拌されてる。結構残ってるもん。お、なんかすごい、ごいすごいす。あ、これ100均で買ったの。これマジ便利ですよね。うん、盛り付けの分量がさ、おしゃれじゃなくてさ、食いたいだけかけるって感じだよね。うん、なんかね、ごまって美味しいやん。うん、分かるっすか。卵かけなのに卵隠したもん。いや、これはしょうがないですよね。はい、できました。してんか卵、なんも見えねえ。周り乗せればあったっすね、ネギを。そうだね、普通考えればね。まあ、ささみたいなさ、周りこぼれてないから。いや、俺の失敗があったから成功してんだよ。ということで完成しました。食べていきたいと思います。はい、そっち行きます。こっち行こうかな、ね、じゃあ。
自然的にこっちになっちゃう。え、ね、どっちがいい？こっちがいいです。でしょ？そうかなと思った。やっぱり、さすがエボ。いただきます。いただきます。まず白身だけいきますね。白身と混ぜ合わせながら。うまっ。 TKG のね、概念が飛ぶ。思ったよ、これさ、混ぜたのも一緒じゃね。え、だからそこまで混ぜないで白身の食感楽しむってことでしょ。さっき食べましたよ、白身ふわっとします。え、じゃなくてこういう風なさ、白身と黄身をさ、それさ、混ぜなくてよくね。これ使わなくてよくね。普通の、あ、でも言っていいですか、うん、ふわっとするですよ。ふわっとする。でもの意味がわかんない。てか、うまち。ほら、5秒。5秒以上かかってんだ。うまかった。この醤油うまいっす。新聞醤油ね、強いっす。でもこれもね、結構あ、まあまあね、うん、辛いの好きな人こっちがいいかもしれないですね。それだったら逆じゃね。辛いのあなたの方が好きじゃん。うん、なんか新聞醤油はね、外れないっすね。なんだろう、黄身と白身が別々になってるから黄身の味の濃さがちゃんとわかるというか。まああとね、ふわっとしてる、うん、自分最初白身とこれだけでいったんですけど、その時ふわっとして、で、ちょっとね、ちょっとじゃないや、結構混ぜちゃったんですけど、それでも、うん、ちょっとね、ふわっとしましたよ。あ、そう、うん、それやっぱ違いますね。ごちそうさまでした。うまっちでした。おいしゅうございました。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございます。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それでは、せーの、チャオ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは、せーの、チャオ。